ホルモン受容体による遺伝子発現の調節 DNA、メッセンジャー RNA、タンパク質経路の制御機構を示したダイアグラム遺伝子発現の調節には細胞が特定の遺伝子産物の合成を増加、または減少させる幅広いメカニズムが含まれる。生物学において遺伝子発現のための高度なプログラムは発達経路の誘導、環境刺激への応答、 新たな食料源への適用など幅広い現象で観察される。転写の開始から RNA のプロセッシング、そしてタンパク質の翻訳後就職に至るまで遺伝子発現のあらゆるステップが事実上調節が可能である。遺伝子発現の制御因子はしばしば相互に影響し合い遺伝子調節ネットワークを形成している。遺伝子発現の調節はウイルス、生物そして 深刻生物において必須のプロセスである。遺伝子発現を調節し、必要時にタンパク質の発現を行うことで、生物の可能性、適応性は高められている。1951年にバーバラ・マクリントックは、トウモロコシの種子の色の形成におけるアクチベーターとディスシーターという二つの遺伝子様の相互作用を示していた。しかしながら、一般的には、 1961年のフランソワ・ジャコブとジャック・モノーによるラクトース・オペロンの同定が遺伝子調節システムの最初の発見であるとみなされている。彼らはラクトースの代謝に関与するいくつかの酵素がラクトースが存在し、クルコースが存在しない時にのみ大腸菌で発現されることを示した。多細胞生物では遺伝子発現調節は肺における細胞の分化や 形態形成を駆動し、異なる遺伝子発現プロファイルを持つ異なるタイプの細胞を、同一のゲノム配列から作り出す。このプロセスは、進化がどのように起こっているかを分子レベルで説明するもので、あり、進化発生生物学の研究の革新をなしている。遺伝子発現の変化は、需要体の活性化または、不活性化などによって開始される。 DNA から RNA が転写されるステップから、タンパク質の翻訳後就職のステップまで遺伝子発現のあらゆる段階が調節されうる。遺伝子発現が調節されるステージのリストを次に挙げるが、最も広く調節に利用されているのは転写の開始である。新核生物では DNA の大部分の領域で DNA へのアクセシビリティはその領域のクロマチン構造に依存する。 クロマチン構造は DNA のメチル化、ノンコーディング RNA、または DNA 結合タンパク質によるヒストンの収縮によって変化する。そのため、これらの収縮によって遺伝子の発現は上昇もしくは低下する。これら遺伝子発現を調節する収縮のうちのいくつかは遺伝子、エピジェネティックな調節と呼ばれる。DNA の転写レベルはその構造によって規定される。 一般的に DNA のパッキングの密度は転写の頻度の指標となる。ヌクレオソームと呼ばれるヒストン8両体からなるタンパク質複合体は DNA のスーパーアコイル構造を形成するが、その構造はヒストンのリン酸化のような就職によって一時的に、そしてメチル化のような就職によってより高級的に変化する。このような変化は 多かれ少なかれ遺伝子発現レベルの高級的な変化に関与していると考えられている。DNA のメチル化は遺伝子のサイレンシングの一般的な方法である。一般的に DNA はメチル起点異酵素によって CPG ジヌクレオチド配列のシトシン残機がメチル化される。CPG 配列が密集している領域は CPG アイランドとも呼ばれる。 DNA の特定の領域のメチル化のパターンの分析はバイサルファイトシーケンス解析と呼ばれる手法によって行われる。バイサルファイト処理によってメチル化されていないシトシンザンキはウラシルザンキに変換されるがメチル化されたシトシンザンキは変化しない。この違いが DNA シーケンシングやもしくはパイラシキンシングやマスレイといった SNP 定量のための手法を用いて CG。 ジヌクレオチドの CT 比を測定することで分析される。メチル化のパターンの異常は発がんに関与していると考えられている。ヒストンのアセチル化も転写に重要な過程である。クレブ結合タンパク質のようなヒストンアセチル規定に酵素は DNA をヒストン複合体から乖離させ転写を進行させる。しばしば DNA のメチル化とヒストンの脱アセチル化は遺伝子のサイレンシングにおいて強調的に働く。これらは DNA をより密にパッキングし、遺伝子発現を低下させるためのシグナルとなっていると考えられる。1、RNA ポリメラーゼ、2、リプレッサー、3、プロモーター、4、オペレーター、5、ラクトース、6、レイス、7、レイシー、8、ラカジョー 遺伝子がオフの状態。リプレッサーを阻害するラクトースが存在しないので、リプレッサーはオペレーターに結合する。それによって、RNA ポリメラーゼが、プロモーターに結合して、ラクターゼの合成の開始が妨げられている。下、遺伝子がオンの状態。ラクトースはリプレッサーを阻害し、RNA ポリメラーゼが、プロモーターに結合して遺伝子が発現し、 ラクターゼの合成が開始される。最終的に、ラクターゼはリプレッサーに結合するものがなくなるまで、ラクトースを分解する。するとリプレッサーは再びオペレーターに結合し、ラクターゼの合成を止める。転写の調節とは、いつ転写が起こるか、どれだけの RNA が作られるかの制御である。RNA ポリメラーゼによる遺伝子の転写はいくつかのメカニズムによって調節される。 スペシフィシティファクターは、あるプロモーター、または、プロモーターのセットについて、RNA ポリメラーゼの特異性を変化させ、結合しやすくまたは結合しにくくする。リプレッサーは、オペレーターと呼ばれる、プロモーターと近接もしくは重複する配列に、結合する。リプレッサーの結合は、RNA ポリメラーゼが、DNA 差に沿って進行するのを妨げ、遺伝子の発現を妨げる。 右の図は、ラックオペロンのリプレッサーによる調節機構を示している。基本転写因子は、RNA ポリメラーゼを、タンパク質、コーディング領域の開始位置に配置し、その後、RNA ポリメラーゼを解放して、メッセンジャー RNA を転写させる。アクチベーターは、RNA ポリメラーゼと特定のプロモーターの間の、相互作用を強化し、遺伝子の発現を促進する。 アクチベーターは RNA ポリメラーゼのサブユニットとの直接的な相互作用、または DNA 構造の変化のような間接的な方法で RNA ポリメラーゼのプロモーターへの誘引を強化する。エンハンサーはアクチベーターが結合する DNA 上の領域であり、アクチベーターは DNA をループさせて特定のプロモーターを転写開始複合体へもたらす。エンハンサーは 幻覚生物よりも真核生物ではるかに一般的であり、幻覚生物では現在までに数例しか見つかっていない。サイレンサーは特定の転写因子が結合した時に遺伝子の発現が抑制される DNA 配列の領域である。脊椎動物では大部分の遺伝子プロモーターは CPG アイランドと呼ばれる無数の CPGV を持つ領域を含んでいる。 遺伝子のプロモーターの CPGV の多くがメチル化されているとき遺伝子はサイレンシングされる。大腸がんでは一般的に3から6個のドライバー変異と33から66個のヒッチハイカーもしくはパッセンジャー変異が見つかるが癌の進行においては突然変異よりも転写のサイレンシングが重要である可能性がある。例えば大腸がんでは600から800の遺伝子が CBG アイランドのメチル化によって転写がサイレンシングされている。ガンにおける転写の抑制はミナの発現の変化などのエピジェネティックなメカニズムによっても引き起こされる。乳ガンではブリカ1の転写抑制はブリカ1のプロモーター領域の過剰のメチル化によるものよりもミナ -182 の過剰発現によるものがより高頻度である。 死壁の主要な特徴の一つは、その持続性である。持続的な行動の変化は、脳の特定の領域における、エピジェネティックな変化に起因する、長期的な変化によるものであると考えられている。薬物の乱用は脳に3つのエピジェネティックな変化を引き起こす。ヒストンのアセチル化とメチル化、DNA の CPGV のメチル化、ミナのエピジェネティックな発言上昇や、発言抑制、 の3つであるマウスでは、慢性的なニコチンの摂取は、ヒストンのアセチル化によって遺伝子発現のエピジェネティックな制御が変化する。この変化によって、死壁に重要なホスブタンパク質の脳での発現が上昇する。タバコへの依存については、非喫煙者、喫煙者、30年以下の禁煙期間の人を含め、1万6000人を対象とした研究がなされている。 喫煙者の血球細胞では解析されたゲノム中の45万の CPGV のうち1万8000以上の CPGV においてメチル化が高頻度で変化していた。これらの CPGV は7000以上の遺伝子にわたって一致しており、これは人の基地の遺伝子の約1、3を占める。CPGV のメチル化の変化の大部分は5年の禁煙期間によって 非喫煙者のレベルに戻っていた。しかしながら、942電子2568箇所の CBGV に関しては、喫煙経験者と非喫煙者とでめちる可能さが存在したままであった。このような持続的なエピジェネティックな変化は、遺伝子発現に影響を与えるモーリーラースカーズとして見ることができる。コカイン、メタンフェタミン、アルコール、 タバコの喫煙産物を含め、乱用薬物はすべて、血脂類モデルで脳の DNA 損傷を引き起こす。DNA 損傷の修復の際に、損傷部位の DNA のメチル化やヒストンのアセチル化、メチル化パターンが変化し、これによって、クロマチンにエピジェネティックな傷が残される。このようなエピジェネティックな傷が、死壁で見られる持続的なエピジェネティックな変化に寄与していると考えられる。 DNA が転写されて、メッセンジャー RNA が合成された後、どれだけのメッセンジャー RNA がタンパク質へ翻訳されるかについて、何らかの調節機構が存在しなければならない。細胞では、キャッピングの調節、スプライシング、ポリテールの負荷、配列特異的な格外輸送、そして、いくつかの状況においては、RNA 転写産物の隔離によって、調節が行われている。 これらの過程は、真核生物では起こるが、原核生物では起こらない。メッセンジャー RNA の3非翻訳領域は、しばしば転写後に遺伝子発現に影響を与える、調節配列を含んでいる。このような酸ユトアは、調節タンパク質やミナの結合部位を含んでいる。ミナは酸ユトアの特定の部位に結合することで、 翻訳を阻害するか、もしくは直接的に転写産物の分解を引き起こし、様々なメッセンジャー RNA の遺伝子発現を低下させる。また酸ユトアはサイレンサー領域を持っていることもあり、リプレッサータンパク質がこの領域に結合して、メッセンジャー RNA の発現阻害が行われる。酸ユトアのミナが結合する配列は、ミナ認識配列と呼ばれ、 MRE はサンユーター中の制御モチーフのうち約半分を占める。2014年の段階で、ミナの配列とアノテーションのアーカイブであるマイワイス、ウェブサイトには233の生物種で28,645のエントリーが存在する。これらのうち1,881のミナは人の遺伝子座にアノテーションされている。ミナは平均して、 約400の標的メッセンジャー RNA を持ち、数百の遺伝子の発現に影響を与えると予測されている。フライトマンらは、人のメッセンジャー RNA の3ユトアのみんなの標的部位のうち4万5000以上の部位がバックグラウンドレベルよりも高く保存されており、人のタンパク質を高度する遺伝子の60%以上がみなと対応を保つ。 要選択圧を受けていると予測している。一種類のミナが数百種類の異なるメッセンジャー RNA の安定性を低下させることは直接的な実験により示されている。他の実験では一種類のミナが数百のタンパク質の合成を抑制するが一方でその抑制はしばしば1、2以下と穏やかであることが示されている。ミナによる 遺伝子発現の調節異常の影響は、癌において重要であると考えられている。2015年の論文では、消化が癌において、9つの皆がエピジェネティックな変化を受けており、DNA 修復酵素の発現抑制に寄与していると報告されている。また、遺伝子発現の皆による調節異常の影響は、統合失調症、双極性障害、うつ病、パーキンソン病、 アルツハイマー病、自閉症といった精神、神経疾患においても重要であると考えられている。メッセンジャー RNA の翻訳もまた多数のメカニズムによって制御されているが、そのほとんどは開始の段階で行われる。リボソーム症サブユニットのリクルートは、メッセンジャー RNA の二次構造、アンチセンス RNA の結合、タンパク質の結合などによって制御される。 原核生物と真核生物の双方において多数の RNA 結合タンパク質が存在し、それらはしばしば転写産物の二次構造によって標的配列へ差し向けられる。その二次構造自体も温度やリガンドの存在などの条件によって変化する。いくつかの転写産物はリボザイムとして機能し、自身の発現を制御する。多数の制御システムが 発生生物学の研究によって明らかにされている。その例を次に挙げるアップレギュレーションは細胞内外からのシグナルによって細胞内に引き起こされる過程であり、一つもしくはそれ以上の遺伝子の発現が上昇し、それらの遺伝子によって行動されるタンパク質が増加する過程である。逆にダウンレギュレーションは遺伝子発現が低下し、 対応する、タンパク質が減少する過程である。遺伝子調節は、システムの応答によって、次のようにまとめられる、ギャル4、UES システムは、誘導システムと抑制システムの両方の例である。ギャル4はギャル1、ギャル7、ギャル10の転写を活性化するために、上流の活性化配列に結合し、発言を誘導する。一方で、クルコースの存在に応答するミグ1は、 ギャル4を阻害し、ギャル1、ギャル7、ギャル10の発現を抑制する。基地の遺伝子を組み合わせることで、人工的な遺伝子発現ネットワークを形成することができる。一般的に遺伝子発現の差を調べる実験では、どの遺伝子がどの程度変化したかを決定するために、定常状態の全細胞からの抽出 RNA が用いられる。この手法では、 どこで調節が行われているかについての情報は得られず競合する調節プロセスを覆い隠してしまう可能性があるが現在でも定量 PCR や DNA マイクロアレイなどで最も広く用いられる手法である遺伝子発現の研究には様々なステージを観察するいくつかの手法がある真核生物においては次のようなものが含まれるありがとうございます